皆さんこんにちは、三河です。製図のポイント4回目、今日は折り返し階段についてお話します。行ってこいの階段ですね。行ってこいの階段で、2階建ての場合最初説明しますね。で、平面図はその階に立って、目線で切った位置ですね。だから 1.5 階の 1.5 の高さの位置で切って下を見た図です。で、階段は途中で切れるということですね。で、途中で切れて、ここで切れて、あとは下が見えてるということです。ここが切断線ですね。あとは下が見えてます。なので、こう折り返す場合もこういう感じ、あとは破線か、あるいは違うか、あの壁の図か、下に見える壁の図かが見えるわけです。いいですかね。で、まあこういう感じで登っていってですね、でここを切るとですね、こういう感じで登っていって踊り場がある、こんな図ですね。で、踊り場がここにあるということですね。で、踊り場で注意してほしいのは、これよく設計、まあ、これ設計の話ですけども、ここは足りないですよね。もうこの幅分、ここもないとおかしいでしょ。わかりますかね。その幅分、幅分、階段の幅分、踊り場の奥行きもないとおかしいんです。なぜかわかりますでしょうか。この人間がですね、こう登っていきますよね、こうやって。で、ここで90度方向を変えてこう歩くわけじゃないですか、このように。で、その歩くときにこの幅、階段と同じ幅がないとおかしいでしょ。このこう歩いていって、こう歩いていって、こう行くと、こことここが幅があって、この奥行きがないのおかしいじゃないですか。 こう動くわけだから、これが幅になるわけです。なので、これおかしいです。ただこれ非常に多いですね、この間違い。なので、もう間違えないでくださいね、今日行こう。これよく覚えてください。これ間違いです。だ、この幅はこの幅と同じだけあります。か、それ以上ありますね。この階段の幅以上奥行きを取るということです。これいいでしょうかね。これはまあ設計の話ですね。で、まああと ここら辺にあの柱とか梁とか出てくるんですけど、それを避けてこの幅が必要ということです。いいですかね。で、また元に戻ると、こっから上り口に丸をつけて、切断されるところで矢印を終わらせると、こう上っていくよということですね。これは実数の書き方です。で、本によってはこの回ったところで、回ったところでこの辺まで書いて、こう書いてる場合もありますよね、こういうふうにね。まあ、この書き方でもおかしくはないです。 1.5 なんで、だいたいこの辺、こっち側か、こっち側で切れると。で、回り階段、回り階段というか折り返し階段であることを強調するために、こういう書き方をすることもあります。まあ、今回はこれでいきますね。で、2階平面図、2階平面図はぐるっと回るわけです。例えばここの場合8段行って、もう8段で16段でここに登ると、例えばこの階段の場合ですね、こうなってます。で、断面図、例えば AA' の断面図ですね。ここで切る場合は、これしかないですよね。向こうを見る場合ですね。向こう、まあ壁があったとしたら、もうこれしかない。ですね。ここで切った場合、これしかない。で、まあ、手すりはここに、まあ、向こう側が吹き抜けてて、手すりがある場合、ここに手すりが見えてくるけども、見えがかりとして見えてくるけども、壁だけの場合は何もない場合がありますよね。ここだけ。これ気をつけてくださいね。よく間違えて、この断面とこの断面一緒に書く人いますよね。で、ちゃんと切って、切ったところでどう断面になるかを考えて書くと。そうすると、ここで切って上を見るとこれしかないっていうのがわかります。いいですかね。今度 BB'、ここで、こっち側で切ってこっち見た場合は、こっち側、踊り場から上が見えるわけですよね、断面として。踊り場から上が断面として見えると、だここがこう断面になってくるわけです。これも本当によく間違うとこなので、この辺は頭を使って書いてくださいね。まあ、慣れてくると別にこんな間違いしないんだけど。で、向こう側に見えるのは、これは見えがかりですよ。これ見えがかり、見えがかり、向こう側に見える階段は見えがかり、
で壁で押さえられてる場合は何も見えないですね。ここが腰壁の場合、この手すりが腰壁の場合、これが見えないことになりますね。でこれが断面ですよ。もうこれが断面、切断面ですね。断面なのでここは太く描くと、で向こう側は見えがかりなので細く、こっちは細くですね。細く描いてこっちは太く描くと、これいいですかね。で折り返し階段の場合、片方しか断面が見えないということをよく覚えておいてください。こっち側切ったやつですね、今こっち側で、向こう側は見えがかりとして見えるんで、まず最初断面をちゃんと描いて、それから後からゆっくり見えがかりを描くということをしてください。断面と見えがかり一緒に、製図の力がないのに一緒にいっぺんに描こうと、面倒くさがっていっぺんに描こうとすると間違うので、断面をしっかり描いた後に見えがかりを描くと、もういっそのことを見えがかりもう省略しちゃうぐらいでもいいですよね、描けないならね。で、断面しっかり描いて向こう側に見えがかり、なんかこっち側が見えてる、下から上がってくるところが見えてるってことですね。で2回平面図はこうぐるっと回って最後まで描くと、見えてる部分を全部描くということですね。ここまでいいですかね。でこれ3回までこれが つながってる重なってる折り返し階段だとどうなるかっていうと、どうなりますかね、分かりますかね。やはりここで切れるんですよね。2階から3階に階段がここで切れて、ここで2階から3階に階段がここで切れます。2階、ここ2階だ、2階の床だとして、2階から3階に行く途中で 1.5 の高さで切れちゃうと。そうですね、ここで、でこっから向こう側は下から上がってくる階段が見えるということです。わかりますかね。こっち側が2階から3階に行く階段です、こちらがね。で途中で切れると、まあ、2階平面図なので途中で切れると。でこっち側に見えてるのが1階から2階に行く階段が見えて、下に見えてると、下に見えてる、見えている1階から2階に上がる階段、下から上がってくる階段が見えると。これ上に上がっていく階段で途中で切れてると、途中で切れたから下が見えるということですね。これもよく間違えますね。よく間違えると脅かしとかないと本当に間違うんで気をつけてください。でこの書き方はよく覚えてくださいね。ここ切断線入れて途中で切れると、で下からこう上がってくる矢印を書くと。矢印が逆に書かないでくださいね。逆に書く設計事務所もありますけども、全部実数で統一してこのやり方にしてください。上り方向に矢印と、で終わるまで矢印を書くと、最後の段まで矢印を書くということですね。で上り口に丸、こっちは上り口見えないんで丸は書かないということです。よろしいでしょうかね。はい、今日はですね、折り返し階段について学びました。まあ、原則に忠実に目線で切って下を見る、まあそれだけ分かってればこういう間違い、ここで間違うことはないと思います。で途中で切れて下が見える時は注意する。あと断面図でも片側を切るわけだから、反対側が見えるか見えないかはその都度考えるということですね。両側書いちゃわないことです。よろしいでしょうかね。はい、じゃあ今日は以上です。ありがとうございます。